日本東京都千代田区九段北九段北は、東京都千代田区の町名で、現行行政地名は、九段北一丁目から九段北四丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は102-0073。町会は九段一丁目から四丁目すべてがそれぞれ南北合同で結成されている。 東京都千代田区の北西部に位置し、靖国通りに沿って九段下駅から市ヶ谷駅までの細長い外区を形成している。町域の西は新宿区との区境にあたる。麹町地域に属する。千代田区内では、東部は西神田、神田神保町、南部は靖国通りを境に、九段南、北部は富士見、飯田橋にそれぞれ接する。 南側の北の丸公園とは近接するが、境界線は接していない。当地中央部の2丁目から3丁目にかけて、安国神社の境内地が広がっている。歴史のある学校や高層建造物が集まっている。一般住宅も少数だが見られる。最東部、九段下駅の出口があり、そもそもの九段坂上から九段坂下にかけての一帯、学校や 高層建造物が多く集まる。宅地も見られる。九段坂中腹から頂上にかけての一帯。安国通りと並行して安国神社の参道がある。町域はほとんど安国神社と学校で占められる。安国神社の本殿、拝殿、優秀館、相撲場などがあり、大妻通りの入り口に向かって難問が開かれる。神社境内と三和田学園中学校。 高等学校、球団電話局、法政大学で、ほとんどの町域が占められる。最西部、一口坂、新三つ家、市ヶ谷駅を頂点とする三角地帯。安国通りに面して、高層建造物が多く、裏手には、マンション、館舎が多い。新三つ家から、市ヶ谷三つ家に続く、外郷公園の土手の染吉野は、昭和初期に植えられたもので、 都心の桜並木としては古木に属し、開花の時期には見事な景観を演出する。九段という町名は、震災復興計画の中で靖国通りが拡幅、完成した後、1933年7月に初めて設置されたものである。それ以前は、九段北一町目は飯田町、九段北二町目は富士見町二町目、九段北三町目は、 番町で知られる三番町、四番町、富士見町三丁目の一部、九段四丁目は同じく三番町、四番町の一部であった。1966年に新住居表示が施行され、九段各丁目は靖国通りを境にして南北に分けられた。しかし、住民の町会活動は南北合同で運営されている。また1.2丁目が築戸神社。 3.24丁目が、日枝神社の宇治こ地域である。安国通りの南側が観楽街や商店街として賑わっていたのに対し、北側の奥は、完成な住宅地であった。安国通りを走ると電が廃止された1970年以後、一口坂周辺にあった町の中心が、市ヶ谷駅の方に移動した。その後、地下鉄が相次いで開通したことから、現在では、 球段の町の重心は、市ヶ谷駅と球段下駅の両端に移っている。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、千代田区の中学校では、学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。千代田区区段北地域内に出入り口設置あり、 ありがとうございます。